自己 PR みたいな時間があったんですよ、はい、こういう声優になりたいですみたいなのを喋ることにして、で体の乳首というのは体の先端に最先端についてすごい敏感な器官であると、私はそのように声優界でも常に最先端を行き流行に敏感である声優でいたいという話を短くまとめておしゃべりしたということで、受かった。そうですね、しばらくはその話はしないでくれって言われました。いや面白い、ね、今の副社長に。ゆり子さんも大人になりましたから。そうそう、今はもういいかなって勝手に判断して喋ってます。勝手にいいよって言われてない、うん